もこんにちは、いてです。今回はね、あの札幌の洋菓子の老舗パールモンドールさんですね。パールモンドールさん、憧れのパールモンドールさんでいっぱいあのスイーツ買ってきましたのでご紹介していきたいと思います。ね、こういう感じでいっぱいあるんですけどね、まあ、10分ぐらいでね、紹介し終わればいいなっていう感じですね。パールモンドールさんはあのここに書いてある通り南六条店と西に24軒のお店、そしてあとはね、丸い今井の近いのところに入っております。で、やっぱね、結構あのマダムな奥様たちとか、ある程度裕福な方々、の、 あのお茶菓子やね、お使い物に使われているものなんですけども、僕もね、そういうの大好きなので紹介していきたいと思います。結構ね、あの美味しそうなんですよ。で、まずね、こちらの箱の方から紹介していきますと、これね、これね、すぐ食べようと思って買ってきました。これ、あの綺麗ですね。わかる、見える。これ、すっごい美味しそうなんですよ。これ1個ね、450円ぐらいなんで、パフェ、出かけてパフェ食べるんだったらね、これでもいいかなって感じですね。でこちらですね、はい、とそして次はね、こちらね、パールモンドールロールケーキですね。ロールケーキはチョコとバニラとあのコーヒーですね。この3種類もね、すごい美味しそうなんで、ぜひね、食べてみてください。これね、1個200円ぐらいなんでね、全然そこまで飛び切り高いわけじゃないですし、あのスタバとか行ってあのお菓子も一緒に食べるよって人であればあのすぐあの買えると思います、という感じですね。これはね、ほんとね、パールモンドールさんね、最高ですよ。ね、こんな感じで。で、お次はね、こちらですね、こっちはね、結構このなんだっけな、パールモンドールのチョコレート生チョコクッキーサンドですね。生チョコクッキーサンド、これはね、間にね、クッキーが入ってチョコレートが入っていて、それをね、クッキーで挟んでるんですけども、これもね、すっごい美味しいんですよ。すっごい美味しいんでね、いっぱい買ってきたよ。そしてね、あの我慢できずね、2、3個食べちゃいましたけども、かなりね、美味しいですね。チョコレート大好きな人にはもうおすすめですって感じですね。チョコレート大好き、でもね、チョコレート大好きすぎてね、あのチョコレート食べすぎて太るぐらいの勢いなんで、チョコレート大好きな方、あの、ご注意ください。そしてね、こちらがね、モンデリカですね。モンデリカの方は、これは、あの、なんだろうな、モンデリカです。クッキーに4つのエッセンスを加えて、手作りで焼き上げたのがモンデリカです、ということで、あの、クッキーをね、チョコレートで、周りチョコレートで、コーティングしてるもので、あのモンデリカ、カカオ味ですね。そしてアーモンド味、これも美味しいですよ、そしてチーズ味、そしてウォーナッツ味失礼しました、という感じでね、モンデリカも最高です。その次はこちらですね、これは洋菓子プレミアムマカダミアモンデリカですね。プレミアムなモンデリカです、プレミアムモンデリカのプレミアムですね。すっごいこれね、チョコレート味なんですけど、めちゃうまいんですよ。めっちゃうまいですよ、これ。僕大好きですので、ね、ぜひね、おすすめです。街中にいらっしゃる方だったら、ね、札幌の街中だったら、あの丸井前本店、丸井前地下ですね、のスイーツコーナーに、ね、いっぱいありますんで、丸井前の地下2階のエレベーター横ですね。スイーツコーナーがあるんですけども、丸今地下1階のね、地下2階か、エレベーターのすぐ横にあのバッビっていうね、あのチョコレート屋さんと、あとはその並びに、ね、パールモンドールがあるんですけども、バッビはね、あの海外から来てるものなので、ちょっとね、あの値段の割に、なんですかね、やっぱりあの地産地消の方があの品質にかかってるね、あの分が多いというかね、という感じですね。でこっちはね、ジェリーですね、ジェリー。これはね、あのジェリーで、あのマンゴーラフランスとか、こっちはフルーツ杏仁豆腐感じですね。で、こちらはグレープラフランスですね、グレープラフランス。グレープラフランスね。
でこれがブルーベリーラズベリーということで、まあ、こういうねこういうグラスにさっと入れてジェリーとして出すという感じで、おしゃれすぎませんかねとんでもないですねなのでね、これもね1個300円か400円ぐらいなんで、どっかお茶行くの時でもいいですし、お家でね誰かをお家で誰かねお招きしたりする時に出さお茶貸して、ね、出されるといいんじゃないかなと思います、うん、結構ねその辺にパフェとかね お茶しに行ってもね500円1000円すぐ超えるじゃないですか、うん、それだったら僕の場合はそういうお茶したりねカフェに行ったりするのもいいんですけども、家を快適にして、そして そこそこのねすごい美味しいものを買ってきて、うん、そして家で食べるという感じで、おうちカフェですね、おうちカフェ、うん、おうちカフェをねやると案外カフェに食べに行って500円1000円払うんだったら、こういうねジェリーとカフェとで何かねワインかなんか、うん、飲みながら、あでもないこうでもないね楽しく喋ってるのもねいいんじゃないかなっていう感じですね、うん、そうだな、うん、もちろんねスタバとかも大好きでねよく行ってたんですけども、うん、何分ね行かなきゃなんないってねちょっと大変スタバもね徒歩5分であるんですけども、ちょっと遠いということで一気に買ってきて、で家で食べて楽しむと、でみんなでねシェアして楽しむって感じですね、うん、ということで今日はね1971年生まれの札幌で生まれたパールモンドールさん、うん、洋菓子のね札幌の洋菓子のね頂点と言えるんじゃないでしょうか、うん、パールモンドール僕ね結構大好きなんで年にね数回まとめ買いさせていただいてるんですけども、今回ねちょうどタイミング来たんで動画撮らせていただきましたね。ぜひね皆さんも札幌に来た際は丸井前の地下、うん、テレビ塔すぐそばの丸井前の地下2階のパールモンドールさんか丸山のね本店、もしくは24軒のお店でパールモンドールさんのね洋菓子食べられるといいんじゃないでしょうか。ということで本日は以上です。今日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。またね。